皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は because の練習問題を解いていきたいと思います。この because というのは何々だから、なぜならという意味で、理由、原因を表すときに使う表現でした。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文の意味に合うように英文を完成しましょうと。括弧1、今雨が降っているので私たちはテニスができません。こういう日本語に合うように英文を作りますね。前の部分 we があって、防線で play tennis、 後ろは防線 it's raining now、 こちら私たちはテニスをする、今雨が降っているという部分ですね。日本語を見ると、原因となっているのは、今雨が降っているので、つまり今雨が降っているというのが原因ですよね。だからテニスができないということなので、原因となる It's raining now の前に、ここですね、Because が入ることになります。では前の部分、どうなるんでしょう。ここは私たちはテニスができませんという部分なので、できないがここに入ります。それは can not、 短くして can't でもいいんですね。 we cannot play tennis because it's raining nowWe cannot play tennis because it's raining now. これで今は雨が降っているから私たちはテニスができませんという英文が完成しましたね。括弧2番、なぜそんなに疲れているのですか。防線があって Are you so tired? となっていますね。このなぜということを聞くとき使う疑問詞、これは why でしたね。ですからこの最初の部分には why are you so tired? why are you so tired? ね、こんなふうになりますね。で、答える方は一生懸命働いたからです、ね、理由を説明するので、前の線の部分、ここに because が来ます。Because I worked 一生懸命という単語を覚えていますか。これは hard でしたね。ですから Because I worked hard、ね、これで一生懸命働いたからですという英文になりました。質問は Why are you so tired? 答えは Because I worked hard。こんな感じですね。では四角の2番、 because を使って2つの文を1つにしてみましょう。こうなっています。括弧1、 it was hot I opened the window、ね、どちらが理由でもう1つのことをしたか、ね、もう1つのことになったかというのを考えればいいんですね。その原因となった部分の前に because をつけて2つの文章を1つにします、ね、It was hot 暑かった。 I opened the window 私は窓を開けた。暑かったから窓を開けた、窓を開けたから暑かったのかと考えたら、暑かったから窓を開けたというのが自然ですから、 It was hot の前に because をつけて始めます。 becauseIt was hot. Because が前に来ているので、ここにカンマが必要ですね。そして後ろの文章をつなげます。I opened the window because it was hot. I opened the window.
暑かったので私の窓を開けましたという英文が完成しましたね。では、括弧2番です。Everyone likes him. He is kind. こうなっていますね。みんな彼を好きです。彼は親切です。みんなが彼を好きだから彼は親切なのか、彼が親切だからみんなが彼を好きなのかと考えると、親切だから好きだと考えるのが普通ですよね。ですから、because は he is kind の前につけます。ですから、everyone likes him because he is kind。 こうなります。この everyone、 意味はみんなという日本語に当てはめますけれど、英語ではこの everyone というのは単数扱いの単語なので、 like には三単元の s がついている。このこともここで確認しておきますね。今回は because を使った文の練習問題、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。